ゲンゴロウ類、ゲンゴロウ類は、昆虫甲甲虫目オサムシジョウ科に属する水星の、数科にまたがる、水星昆虫の総称。ゲンゴロウ、ゲンゴロウは、ゲンゴロウ類の総称だが、その中でもゲンゴロウ科のみを指したり、ゲンゴロウ科に属する、波ゲンゴロウの標準和名として用いれる。同じオサムシ浄科の水星グループでも、幼虫がエラ呼吸をする、小頭水シ化や、水スマシカは、 ゲンゴロウ類には通常含めない、食用に用いられる地域もある。水田や池などの止水域、小川や渓流、さらには海岸の長官帯上部に位置するタイドプールや地下水などにも生息する。日本では水田が身近であり、そこに住む種は昔から親しまれてきたが、近年水田の農地改良による餌生物の減少や護岸により、 幼虫がさなぎになれないこと、農薬、水質汚染、ため池における、ブラックバスの無差別放流などで数を減らしている種が、目立つ。かつては一部の地方では食用にされるほど多産した代表種である、ナミゲンゴロウ、ゲンゴロウ、オウゲンゴロウもに指定されている。生息地の消滅、個体数の減少の度合いは、ナミゲンゴロウが東京都で絶滅するなど、 同じレッドデータブック記載種である、水生昆虫タガメをしのぐ深刻さである。今日、日本の都市部や農村部で最も目立つ種は、中型種のヒメゲンゴロウとコシマゲンゴロウの2種であり、灰色ゲンゴロウと豆ゲンゴロウがそれに準じる状況である。幼虫は細長い体をしており、修齢幼虫は、成虫の体調のほぼ2倍にまで成長する。頭部には、外部からも目立ち。 小動物の捕獲に適した釜状に長く伸びた鋭い大顎が発達している。これは成虫と違い、ほぼ完全に生きた獲物の捕食に依存して成長するために発達した獲物の捕獲に特殊化した器官である。大顎は注射針状になっており、獲物に食いつくと獲物を麻痺させる毒と消化液を同時に体内に注入し、体液と 消化されて液状化した筋肉や内臓などの組織を毒と消化液の注入に使われた大顎内のから吸収し口の入り口の毛で固形物を露化して除き消化管に飲み込む。このため幼虫自身の体の大きさに比べて比較的大きい獲物まで瞬時に麻痺させて捕食することができる。このため大型種の幼虫に噛まれると人の指でも 障害器による組織の絵師を起こしたり、それによる重症の放火式炎にまで至る症例が報告されているので、網に素手を近づけることは極めて危険である。獲物の種類は、一部の種では、メススジゲンゴロウや丸型ゲンゴロウを含む系統の、ように、ミジンコにほぼ依存するものや、シャープゲンゴロウもどきのように、弱霊幼虫時代は、甲殻類の水虫類深く依存するといったように、 特定の獲物への依存性の強い強食性の種が知られているが、言語ロ類全体としてはまだどの種が高食性で、どの種が強食性か、また強食性の種では何に特殊化した食性を持っているかなど、未解明のものがほとんどであるのが現状である。特に食物が不足していない状況においてもともぐいが見られる。大型種では、ある程度成長すると、 おたまじゃくしなどの両生類の養成を主に食べるものが知られており、ゲンゴロウ類の大型種の進化と、両生類養成植生の関連を議論する説もある。幼虫には、こうした獲物を待ち伏せで捕らえるものと、活発に泳ぎながら探索して捕らえるものがとある。飼育下の実験ではあるが、姫ゲンゴロウの幼虫のように集団で獲物を襲うことが報告されいる種もある。幼虫も、 空気呼吸であり、微端にある一体の気門を時時水面に出して、気管の中の空気を入れ替える。水中に適応した玄五郎でも、一生すべてを水中で過ごすわけではない。成熟した幼虫は上陸し、全幼期の前から、さなぎの時期を経て、うかごしばらくまでを地中に掘ったさなぎ室で過ごす。途中に潜ってから、さなぎ室を作るものだけではなく、地表に泥をドーム状に積み重ねて、 さなぎ質を作るものも知られている。成虫は水の抵抗の少ない流線型の体型、効率よく水をかくことのできるようにブラシ状の毛の生えた長く太い後ろ足、水中での呼吸用の空気をためることのできる構造など遊泳に非常に適した体の構造を持つ。このため、水性昆虫の中でも特に遊泳能力に優れており、獲物を求めて 活発に泳ぎ回る。幼虫と同様、小粒言語ゴロのように一部草食性に分化した分類群を除き肉食性であり、爪のある前足と中足で獲物を捕獲する。餌は幼虫とは異なり、死んで間も,もなかったり弱った小魚などの小動物や昆虫を接触することが多い。しかし飢えている場合は、共食いすることもあり、健康な個体を捕食する例も確認されている。 気象能力は地下水生息種やごく一部の地表水生息種を除いて退化しておらず、夜間は活発に飛び回り、水系間を移動するのに使われたり、また等下などにも飛来する。気象に関しては、ほとんどの種は一旦上陸してからでないと飛び立てないが、例外的に、半世界分布種の灰色ケンゴロウは遊泳中に水面から直接飛び立つことができる。 越冬については、よくわかっておらず、種によって凍結した水面のすぐ下で活動しているのが観察されているケースもある。飼育下では特別な処置がなくとも問題がないため、はっきりとした越冬行動は持たないとする見方もある。よく水から上がって、甲羅干し行動をとるが、これは体温調節、殺菌、飛翔の準備などのためだと考えられており、 飼育下でこの行動を阻害すると、水かび類などの水性菌による感染症を起こしすくなることが知られている。オスの前足の伏せずには一部が扁平に拡大して、下面にいくつかの吸盤を持つものが多く、交尾に際してはこれで、メスの背面に吸着する。また、一部の種では、オスの背面が滑らかなのに対して、メスの背面にはシワや溝が発達する例があり。 これも交尾に際して、オスが捕まりやすくするのに関係した適用と考えられる。メスの副端には、出し入れできる左右に扁平な産卵管があり、大型種には水草に顎で穴を開け、そこに産卵管を差し込み産卵するものが多いが、小型種や中型種には、水草などの表面に卵を付着させるのが多く、あるいは水面に一部を出した流木などの濡れた、 表面に乱海として散乱するものも知られる。成虫は空気呼吸であり、羽の下に空気を溜めている。しばしばこの空気の一部を微炭から気泡として水中に突出させているのが観察され、この気泡内の空気中の空気の酸素分圧が下がりに、酸化炭素圧が上がると、水中に二酸化炭素が溶け出し、逆に水中に含まれる酸素が、 気泡の空気中に入り込むことが知られている。このため、一旦羽の下に空気を取り込んで潜水すると、そこにもともと含まれていた以上の酸素を得て長く潜水活動をすることができる。渓流性の種は、こうした水中の酸素への依存度が高いと見られ、十分酸素を含まない水中で飼育すると、死んでしまいやす。ゲンゴロウやゲンゴロウも土器のような大型種の飼育環境は、 基本的には、淡水魚用の水槽と同じで良い。成虫は、刺身や煮干しを与える。甲羅干しができるような足場を作る。直射日光は避ける。また、寝台だエビなども食べる。生きた沼エビを水槽に入れておくと、ゲンゴの食べかすを食べてくれるので便利である。幼虫は、生きエ染色である上種によっては、高度に良好な水質を要求することがあるため、 成虫に比べて飼育が厄介である。共食いを防ぐため一匹ずつ分けて飼わなければならない。他、餌も生きた獲物を用意しなければならない。小型個体には赤虫を、大型個体にはオタマジャクシを与えることが多いが強食性の種も多く、一概には言えない。玉動物公園昆虫園では、ナミゲンゴロウの成虫、幼虫ともに養殖したコオロギを与えて飼育することで高結果を、 得たと発表されている。中型種の飼育は、財布通種の姫源ゲンゴロウの飼育が最も容易である。小型のプラスチック水槽に甲羅星用の木片と、青緑の塊を入れて、直射日光の当たらない明るい場所に置き、煮干しなどを与えれば、青緑の塊に容易に散乱し、孵化した微小な弱霊幼虫は、青緑の塊に住む県民人コルイ ワムシ類などの小動物を捕食して、赤虫を与えられるほどの大きさに成長る。この段階で個別飼育に移行し、赤虫を接触しなくなった時点で妖怪用の土を入れて一部に水たまりを作った水槽に移せば、土に潜って、砂ぎ質を作り、成虫になってから地表に出現する。中国の関東省、福建省、厚生地湾族自治区やベトナムなどでは、小型の玄五郎、 リュウジラミやゲンゴロウ、近辺ウジラミなどの成虫を食用にする。中華鍋で行って食べるか、揚げて食べる。民のと本春の中海作書、スケブには、リュウジラミは、ゴキブリに似て小さく、黒色羽が2枚、6本に足で、秋に台風が吹くと海から飛んできて、水田や池に落ち、海辺の人は救い取って、油で揚げ塩を振って保存し、陳張するとの記述がある。ベトナムでは、 サナギや成虫を素揚げして食べる。また、中国では生薬にもされる。小型のゲンゴロウなどを、リュウジラミ、ミズカメコ、ミズスポンムシと称し、成虫を煮干しにして保存し、すりつぶして岩薬などとして用いる。リクカワ本草は、性質を、寒、平らとする。保人、かつち、ヤ症に効果があるとされる。日本には37族130種余り。 世界には約130族4選手が知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。